送迎ご苦労さん。たく、朝から人を足に使いやがった。固いこと言うなよ。店開けるまで時間あるだろ。最後くらい付き合え。お前が勝手なのはいつものことだが、あのやり方は正しくないだろう。お前に責められる筋合いはねえよ。アンはどうだった？最後には凪の思いを受け止めて前に進むと言っていた。そうか。じゃあお前もようやくけじめがついたってわけだな。いや、まだだ。うん？俺にはまだやらなきゃならねえことがある。なるほどな。お前もまだまだ凪のわがままに振り回されるってことか。そうじゃねえ。これはアンと次の世代への俺としてのけじめだ。アンたちは今頃学校か？学生ってのは難儀だよな。歌える時間が少ねえしよ。俺らが言えたぎりかよ。そういうのは真面目に学校に行ってたやつが言うセリフだろ。そりゃそうか。じゃあ俺はそろそろ帰るぞ。おう、じゃあな、ケン。ああ、そうだ。お前のコーヒー、悪くなかったぜ。そりゃどうも。さて、手続きも終わったし、少し早いが行くとするか。あっちに戻ったらレコード会社の連中がうるせえだろうな。まったく、それもこれもあの嬢ちゃんのせいだな。ん？あれは。嬢ちゃん？あ、タイガさん。お前ら。はあ、平日の真っ昼間だぞ。学校はどうした？その。サボりました。おいおい、誰に見ちまったかね。おじさん、今からあっちに行くんでしょ。だから最後にちゃんと話しておきたいって思ったの。ナギさんのこと全部聞いたよ。父さんの事情もタイガおじさんの事情も全部わかった。そうか。どうやら覚悟決めたみてえだな。うん、ナギさんの思いには私たちが応える。おじさんのことは全然許してないから。だけどおじさんに謝れって言ったところで意味ないし、そもそもおじさん絶対謝らない人だから。だからおじさんよりも私たちが夢の先に行く。
それがおじさんにとって一番悔しいことでしょ。俺たちは本気です。どれだけ時間がかかっても絶対に超えます。てわけで向こうで首洗って待っててください。そうかい、じゃあ楽しみに待ってるぜ。タイガさん、私タイガさんに伝えたいことがあるんです。おお、なんだ。今までありがとうございました。タイガさんは私にいろいろなことを教えてくれました。歌との向き合い方やラッドウィーケンドを見たことがなかった私をコルに連れて行ってくれたり、タイガさんがたくさんのことを教えてくれたからサードイベントの熱さにもたどり着けました。それからタイガさんはこの気持ちに、この悔しさに気づかせてくれました。私はこの悔しさを握りしめて進みます。どんなに怖くても、足が固まっちゃっても、前に。それで私たちはタイガさんの歌も思いも超えてラッドウィーケンドを超えてその先に行きます。やってみな。はい。全部言えてすっきりした気がする。小羽ってばバシって言っててかっこよかったよ。そうかな。ま、お前にしちゃ上出来だったんじゃねえか。あ、言ったからには超えなければな。だね。よし、頑張ろう。にしても学校サボっちゃったね。ああ、今頃は英語の小テストをやっている頃だろうか。なんかそわそわしてるね、トウヤ。私はちょっとわかるかも。罪悪感っていうか、私だけ休んじゃって学校のみんなに悪いなって。そうか、別に問題ねえだろ。1日くらい。いや、問題はあるだろう。特に秋と白石、2人は出なかった分自習で取り戻せるのか。それはまあそのことはいいじゃん。まったく。でも今日学校サボっちゃったこと、お母さんとお父さんにはちゃんと話さなくちゃな。話した後、大変かもだけど。ああ、お前の家はだいぶ叱られそうだな。もう
う練習に参加しちゃダメって言われちゃったらどうしよう。その時は私たちも一緒に謝るよ。ああ、そうだな。もしもの時は俺たちも協力する。だが、あずさはもう譲れないものがあってここに来たんだ。だから怒られはしても、さっきのようにまっすぐ思いを伝えればきっと分かってもらえるんじゃないだろうか。うん、帰ったらちゃんと話してみる。それよりこの後はどうする？今から学校戻っても授業には間に合わねえしな。やるならあっちで。それならウィーケンドガレージに行くのはどう？え？いいの？うん、おじさんにズバッと言ったことをちょっと父さんにも話したいしね。そういえば最近は世界で集まってばかりでケンさんのところにも顔を出せていなかったしな。うん、それじゃあ行こう。ただいまって、あれ、なんかお店の中がすっきりして。看板オープンのままだったけど、どうしたの？ん？ああ、しまった。看板を戻し忘れてた。しかし、お前たちもう帰りか。学校帰りにしちゃ少し早いんじゃないか？さては。実は私がみんなに話してタイガさんの見送りに行ってきたんです。ジョーちゃんが？小羽は悪くないよ。私がそれいいねって乗ったんだし。ごめん、勝手に休んじゃって。まったく、学生の本分は学業だろうが。しかしやっちまったもんは仕方ない。お前らにも譲れないものがあるだろうしな。ただこういうことはちゃんと話を通してからやれ。理由があるなら頭ごなしに反対したりはしない。うん、分かった。言っておくが、お前たちもだぞ。それでさ、父さん、お店の椅子と机ずいぶん減ってる気がするんだけど。ああ、店を整理しててな。今カップをまとめてたところだ。整理ですか？そうだ、この店を一時休業することにした。休業？なんでまた？お前たち、ラッドウィーケンドを超えるんだろう。なら、俺も手伝おう。え？お前たちが覚悟を決めたんだ。ならこっちも本腰入れるのが筋ってもんだろう。それが、これまで真実を隠してきた俺なりのけじめだ。それにこれは俺自身のためでもある。あの日凪が未来に託した夢がこの町でどう育っていくのか、それを
俺自身も見たいんだ。ってわけでしばらくこの店は閉めることにしたわけだ。まあモーニングとランチだけ営業するのも考えたが、中途半端からじゃねえ。しばらく全面休業だな。でも母さんは。ちゃんと母さんとも話し合ってる。この件はずっと気にしてたからな。さっさとけじめをつけろと言ってくれた。現役時代の蓄えもある。しばらく店閉めたとしても食いっぱぐれることもね。それに俺も本業はプレイヤーだ。人に教えるってことには慣れてね。使える時間は全部使う覚悟でいかねえとな。本気なの父さん。俺はここで俺が教えられる全てをお前たちに叩き込む。つまりこれから俺の持つ全てをお前たちにかけさせてほしいんだ。ただしやるなら歌も体作りも容赦なしだ。毎日地ヘドを吐くくらいやってもらう。どうだ、やるか。ケンさんが俺たちに。そんなの答えなんて一つしかねえ。ああ迷う余地はない。望むところだよ、父さん。決まりだな。今日をもってこの店は休業だ。この場所でウィーケンドガレージからまた始まるんだ。あんちゃんのお父さんがあんなこと言うくらいだから練習きっとすごく厳しいんだろうな。もしかしたら怖くて逃げ出したくなっちゃうくらい。でも私このお店に入って本当にいいのかな。うん、またあの歌を聴きに行くって決めたんだから。だから開けなくちゃ。今までも怖いって思うことはたくさんあった。それでも勇気を出して扉を開けてみたら見たこともない景色がたくさんあって、その先にはいつも嬉しいことがあった。だから怖くても前に進んでよかったって思えたんだ。だから大丈夫。だってミクちゃんたちが教えてくれた。小羽は本当に変わったね。小羽にはシンガーとしてのプライドが生まれてたんだよ。今はこの悔しさが私を支えてくれる。私は前に進める。みんなと超えるんだ。すごく高い壁だけどみんなとなら。おはね。え、なに、あんちゃん。ただすっごく気合入ってるなって。うん、じゃあやろう。私たちで絶対ラストウィーケンドを超えよう。
キドキすること他にないだろうな。あの日、この通りで迷った日、このお店に来て本当に良かった。あんちゃんの歌を聴いてドキドキしたこの場所からもう一度始めよう。みんな